今回はバトルツリー攻略に手間取ってる人のために、まあ、僕が実際に使ってたパーティーの紹介と、あとまあ対戦の一部始終を、まあ、動画でお届けしようかなと思います。まず、あ、使ってたパーティーに関してなんですけど、まあ、このタスキガブリアスとミミッキュ、これタスキガブプラスミミッキュはなんか強いらしくて、これ使って他に50連勝した人とかもいるんで、まあおすすめですね。まあタスキガブは努力値は攻撃と S に振って、気合のタスキがストーリー上で手に入るんで、それ回収して持たせて、まあ技は適当に地震撃輪岩石封じ、僕最初剣の前じゃなくて毒好きとかで使ってたんですけど、まあ何でもいいと思います。でミミッキュは振り方が人によって違うんですけど、まあ僕 HP と攻撃力に振ってて、まあ、他の人は攻撃とスピードに振ってるって人もいたんで、あと持ち物は、まあ、ゴースト Z とか、あと命の弾もこれストーリー上で手に入るんでとかで持たせて、まあ、技はこれで確定でいいと思います。であと1体はルカリオなんですけど、まあ、ルカリオはおすすめしないですね。僕は好きだからっていう理由で入れてたんですけど、まずバトルポイントっていうか、メガストーンが高いんでおすすめできないんで、まあ、カプコーケコーとかカプテデグ厳選してる人だったらそれ入れて、まあ、他だったらギャラドスとかが個人的におすすめかなって感じです。じゃあそれでは対戦の方までどうぞ。いや100は行きたいな。でもここまで来たらさ100は行きたいよな。97連勝中ね。何この企画。いや別に企画っていうか、ただその100勝してドヤ顔したかっただけ。じゃあしこい。ファイヤーマン、ガソリン、こいつやばいな。火事起こしそうな名前してるね。ファイヤーマンのガソリンってやばくない？バレパンルカリオ持ってる。バレパンルカリオも夢ルカリオ持ってるし、ウルトラボール入りルカリオ持ってるから、真空杯でも持ってるから、まあ大体ルカリオに関してはもう困ってない。研磨しません。凍ったりするとめんどくさいんで、学習したんですよ。こういうのはもう積まない方がいい。最初から殴りに行った方がいい。これで凍る可能性があるから。ほらね、危ねえ、ふざけんなよ。ちょ、ダメだって。ほらねえじゃない、ほらねえじゃない。やばい、負けるって。ふざけんなよ。負けそう、負けそうなんだけど。ジャレツがあったらいけるけど、シャドウクロだと微妙。まあ、さっき凍ったし、さすがにこれ外すとかないでしょ。よし。1割読みしていくから。ペリッパー。バトルツリーのペリッパーの素早さがわかんねえ。どういう振り方してんだ、このバトルツリーのペリッパーって。雨降らし。待っていいのかな？待っていいかな？巻いてー、裏ルカリオだから。己を信じろ。よし、ネットって貫通してやけどするんですっけ。今ネットでしたよね。危ない、怖い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 。もうヒヤヒヤさせないでくれ。さすがに落ちるでしょ、一回待ってるし。ペリッパーぐらいやったら。ああ、よやけどしない。ラスト次第だな。ハギギシリ、あ、先生、え、待って、こいつスピードいくつ。ねえ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 、ちょっと知らないポケモン来た。ちょっと知らないポケモン来た。ポケデス見てくるわ。シャドクロで、あ、やばい、負けそう、ちょ、負けそう、え、マジで、いや、負けそう、負けそう、ないし。 H68B70 待ったら落とせる。ミミッキュの言ってたってことは絶対 S に振ってるから。
舞うわ。お願い。お願いします。サイコファングってか何なの？ねえ。強い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 。強い。サイコファングって技ないけど、アクアジェットとかあったらやばいんだけど。ああ！じゃあお疲れ様でした。さようなら。一生ここ来ねえよもう。もうバトルポイント稼ぐだけ稼いだから、もう一生ここ来ねえからな。死ねえ。